どうもおしゃれマッチョ研究所の大地です。今回はマイプロテインの最大何パーセントオフというセールなどによく使われる宣伝広告について研究していきたいと思います。研究員の皆さんはマイプロテインで商品を購入して最大 80% オフって見かけたのに、カートに入れてね、会計するときには 40% オフにしかなってないじゃないかっていう経験はないでしょうか。まずこの動画をね、作ろうと思ったのは一つのコメントでした。マイプロテインのスーパーゴールデンセールのね、予想動画についてね、こういったコメントをいただきました。 75% オフにならない。これは確かセール初日にマイプロテインがプロテインは最大 75% オフという広告を貼っていたんですよね。おそらくそれを見て購入したんだけど 75% オフにならなかったという、まあ、コメントだと思います。まあ僕に言われてもとちょっと思っちゃったんですけど、おそらくですけど勘違いされてるんじゃないかと思ったんですね。でよく考えたら僕もマイプロテインを購入し始めた時ってそういった経験があったんですよね。ですので今回はこれを動画にしようかなと思いました。またそれと同時にマイプロテインで商品を購入するときに袋がね、大きい、容量の大きいものを買えば買うほど安くなると思っている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。基本的にはその考え方で間違いではないと思うんですが、セール期間中なんかだと物によってはね、小袋で買った方が安く買えるケースがあります。今回はその辺についてもお話ししていこうかと思います。まあこういったのってね、まあある意味数字のトリックみたいな感じなんですかね。ちゃんと計算するとね、わかるんですけど、まあそんなこと言いながら僕もね、4年半ぐらいマイプロテインを使って気づくのに結構かかりました。僕と同じような経験がある研究員の方はぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。はい、それではね、早速ね、研究していきたいと思うんですが、今回は例としてゴールデンスーパーセールのイベントであるアミノ酸特売日でね、ちょっと考えていきたいと思います。はい、この広告を見るとね、アミノ酸が安くなってるっていうのは分かりますよね。ただ人によってはアミノ酸ならどれでも 80% オフになってると考えてしまう人も多少いるんじゃないかと思います。まずセールの時にはね、情報をよく見てね、整理することをお勧めします。この広告もよく見るとアミノ酸セール第1弾となっていて、 BCAA の2対1対1パウダーが最大 80% オフと書いてあります。それからホームページの詳細ですね、このセールの詳細のところを見るとこんな感じになってます。こちらの詳細の方にはその他の対象のアミノ酸商品も 40% オフで、追加で 30% 以上の割引適用というふうに書いてあります。なのでアミノ酸セールっていうのは書いてありまして、でこれは決して嘘ではありませんよね。 BCA 自体もアミノ酸なので、ただセールの対象っていうのはアミノ酸全体ではありますが、特に安いのが今回のセールの場合アミノ酸の BCAA 2対1対1のパウダーだけとなっております。しかもあくまで最大 80% オフです。この最大という文字がポイントかなと僕は思ってまして、これが例えば全品 80% オフだったらいいんですけど、あくまで最大なのでその BCA の中でも一部は 80% オフぐらいまでなるんですが、それ以外は 80% まではいかない場合もあるよということを考えないといけないかと思います。それから割引コードはゴールド40ですね、つまり表示価格から 40% オフになるというコードですね。これも合わせて覚えておきましょう。それからね、実際に今度はマイプロテインのホームページでね、ちょっと見てみたいと思います。ホームページで BCA の方を、まあ、見るとですね、確かに最大 80% オフと記載されています。ちなみにその他のアミノ酸はやはり 80% オフとは記載されていません。あくまでセールの 30% オフとゴールド40の割引コードが適用できるというだけになってます。でそのままこの BCA の方をですね、ちょっと開くと最初に出てくるのがこちらのグレープフルーツのフレーバーで 250g ですね。で皆さんね、こういったページを開くとここのね、値段ばっかり気になっちゃうと思うんです。 250g で1890円なんだと、そんな風に考えると思うんですよね。でこれは間違ってはいないんですが、その上の小売価格というのにも注目してみましょう。ここを見ると 250g で小売価格3590円となってます。で赤字で割引1700円となってます。つまり 250g の BCA の場合3590円っていうのが1700円割引されて1890円で売ってるよということになります。つまりここにある表示価格の段階で小売価格から約 47% 引きされているということになるんですよね。おそらくコメントをくれた視聴者の方とかは、まあ、以前の僕もそうだったんですけど、この1890円から 80% オフになると考えちゃっているんじゃないかと思います。それはちょっと違うので気をつけましょう。マイプロテインのいわゆる最大何パーセントオフっていうものっていうのは、だいたいね、この小売価格から計算された数字じゃないかと僕は考えてます。
それではね、実際にこの BCA のグレープフルーツですね、 250g っていうのをカートに入れてみます。でカートに入れるとこんな風にですね、割引がつくんですね。1890円だった商品がカートに入れるだけで1190円になってます。でよく見るとアミノ酸購入で 30% オフで、 BCA の2対1対1のパウダーは追加で 10% オフとなってます。これだけでも結構お得ですし、この辺の追加の 10% オフに関しては広告なんかにはね、ちょっと乗っかってない部分ですよね。なんか得した気がします。でここの割引の数字に関してですね、まあ、ちょっと細かいところなんですが、1890円に対して 30% オフになって1323円になります。その1323円に追加の 10% オフになっているという考え方ですね。さらにね、ここからゴールド40の追加コードを入れることができるんですよね。なので実際に追加コードを入れるとこんな風に表示が変わります。こうするとよくわかるんですけど、アミノ酸の割引額と BCA の割引額っていうのが先ほどよりかね、下がってますよね。ちょっとしか割引されてない状態になっています。どういうことかというと、最初の元の1890円に対して先にね、追加コードの 40% 引きをしているんですね。まあ割引の優先順位がね、ちょっと変わってるっていう感じですね。つまり簡単な計算式で言うと、最初の1890円引くことの 30% オフ、引くことの 10% オフだったのに対して 40% の追加コードを入れると、1890円引く 40%、引く 30%、引く 10% となっています。こうするとね、ちょっとややこしく感じるんですが、まあ、結局ね、同じ値段になるので安心してください。ただね、数字だけ見るとパッと見ね、なんか割引が下がったんじゃないかと思ってしまうかもしれないので、気をつけてください。で全体的にまとめますと、元々の小売価格3490円から713円になりました。これはめっちゃ安い。確かに安いですよね。つまり2777円引きと考えることができます。これを計算すると3490円から713円ってことは 80% オフですね。約 80% オフになるということがわかるんじゃないかと思います。これはあくまで BCA の2対1対1のグレープフルーツの 250g での話になります。マイプロテインの場合、容量とかフレバーによっても割引率が、ね、異なるんですよね。最初の割引額ですね。ちなみに同じグレープフルーツで 500g のものだと小売価格が5290円ですね。でカートに入れて 40% のコードを入れると1244円になります。計算すると約 76% オフっていうことなんですね。なので 250g を購入すると約 80% オフなんですが、 500g だと約 76% オフと、これだけでもね、割引率が変わってきます。さらに1キロで買った場合、小売価格が8090円なので、それがですね、2758円になります。これは 66% オフということですね。なのでちょっと変な感じなんですけど、1キロの BCA を買うなら1キロの大袋を買うんじゃなくて、 500g の小袋に分けたやつを2袋買った方がトータル安くなります。そっちの方がお買い得ってことなんですよね。まあ基本的には大袋で買った方がね、安くなることの方が多いと思うんですが、セール中の場合はね、よく計算するとそうじゃないということも分かってくるんじゃないでしょうか。ちなみにメロンフレーバーなんかは小売価格から1円も下がっていないんですよね。なのでグレープフルーツと比べるとかなり割高となってます。まあ、マイプロテインでね、購入するときっていうのはよく見てね、フレーバーだったり容量だったりとか、その辺の割引率っていうのをよく見てから買った方が、まあ、お得になることは多いんじゃないかと思います。まあ、この辺ね、ちょっとね、手間っちゃ手間ですよね。もっとわかりやすくね、何円引きっていうのがわかりやすいんでしょうけど、まあ、やっぱりね、何十パーセントオフとかっていう響きの方が、広告としてはね、消費者側としては、なんかすごい安いような感じがしますよね。まあ、ちょっとね、こう、変な話、賢い方だったらね、そんなの言われなくてもわかってるよっていう話かもしれないんですけど、僕みたいにね、ちょっと数学がね、あんまり得意じゃない方っていうのは、この辺をちゃんとしっかりと見つめとかないと、逆にね、損する場合があるので、気をつけていただけたらなと思います。という感じでですね、今回はですね、マイプロテインの最大何パーセント引きっていうところにですね、ちょっとスポットを当ててね、研究してみました。また大袋が安いとは限らないということもですね、研究結果として、まあ、発表させていただきました。まあ、基本的にはフレーバーとかで容量によっても違うっていうのは、まあ、多分マイプロテインの在庫状況とかによって変わってくるんじゃないかなと、変動するんじゃないかなっていうのはもう勝手な個人的な予想なんですけど、そういったのがあるんじゃないかと思います。まあ、そういうのもね、いろいろ考えながらマイプロテインのね、セールを楽しんでいってください。この動画がちょっと
とでも参考になっているという方はぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。このおしゃれマッチョ研究所では現在研究員を募集しています。一緒におしゃれマッチョを目指してくれる方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに、たしかに。